何歳で何をやられてる方ですか？17歳で高校生。同じです。同じですか。はい。高校何年生ですか？17歳で。高2です。お二人はお付き合いなされてるんですか？いや、友達です。あ、友達同士。はい、あ、お互いにこう彼氏彼女とかいるわけではなくて。ああ、全然。はい。こんな感じで。お二人のこの出会ったきっかけは学校ですか？やっぱり。中学の頃友達でみたいな。高校は今は違う。違います。最近こう恋愛とかしてますか？いや、全然しないですね。はい。どのくらい彼女いらっしゃらない？高校生になってからいない。高校生になってからいない。はい、そんなあなたは恋愛っていうのはなされてますか？まあちょっとくらい。ちょっとくらい。彼氏さんいらっしゃるんですか？今はいない。いつまでいたんですか？9月くらいなの。それはどのくらいお付き合いなされてたの？2日間。中とかは？してないです。してない。叩いてかぶってじゃんけんぽん。負けた方には厳しい罰ゲームを用意したいと思うので、罰ゲームを考えてもらいたいんですよ。では行きましょう。オープン。はい、この出目が出たらこのような罰ゲームです。はい、では行ってみましょう。叩いてかぶってじゃんけんぽんスタート。最初はグー、じゃんけんぽい、負け。さあ、ではサイコロを振っていただきましょう。さあ、1番の罰ゲームは好きなとこ10個、目を見つめながら10個言ってください。では行きましょう。レディーゴー。目が好き、首元が好き、腹筋が好き、前髪上げてるの好き、学ランに合うとこ好き、ちょっと可愛いとこが好き、いい匂いする、いい匂い、強そう、強そう。声も好きかな、LINE可愛くて好き、LINE可愛くて好き。はい、終了。どうでしたか？いや、恥ずかしいです。だいぶ好きじゃないですか？結構ガチで好き。いや。好きなところ10個言えました。罰ゲーム終了。東京ときめきチャンネル、また見てね。